はいえそれでは時間まいりましたので始めることにしますえ皆さんこんにちはえ二千二十年の合格目標ですねま行政書士験の特別公開講座ということで改正民法ここわかる債権格論編というタイトルでまこれからの一時間ちょっとですねえだいたいその通常あの合格講座の講義でえ七十分ですね前半講義をしておりますのでだいたいそれぐらいの間隔でお話をしていきたいと思います。 本日担当いたしますのはエレックセに就航してあの弁護士をしております日高と申します。よろしくお願いいたします。<laughs> はい、この債権格論編というですね、まタイトルあの皆さんお手元にこちらのレジュメがあるかと思いますが。 これはの私の方でです、ねえー、基本的にはもう全部あの原稿を作成し,まし,て、えー、しております、ですみませんあのその関係であの1つです、ねえー、ちょっとミスがあったんですが、えー、3, 3というあの数字があの1ページ目にありますけれども、えー、と次のページにあの3の数字が抜けてましたので、まあ、あのすみませんこちらの方に3をです、ねえー、移動させていただければと思います。<laughs> でこの数字というのは要は重要と思われるものをですね適宜ピックアップしまして全部で54になっております54項目ですすねありますただ、実はこれからの詳しく説明いたしますが54項目で全部網羅しているわけでは実はなくてですね えー、例えばあの組合とか、えー、雇用に関する改正点については、えー、ここではもうちょっと時間の関係もありますのであとはあ、えー、私服ですね、えー、その枚数の関係もありますので、えー、ちょっとここではもう申し訳ありませんがあの割愛、えー、としておりますですからあの時間の許す限りですね、えー、ここはあの適宜条文見ながら、えー、どこはどう変わっているのかというところはあの触れていきたいと思いますがおそらくその余裕があのないだろうと思います。 でただ、ちょっと飛ばしすぎたとあの少し割愛しすぎたというところも実はあってですね、えー、例えば、賃貸借に関して、えー、と15ページのところなんですが42のところで、えー、その他であの全部まとめてしまっているんですけれども例えば604条とかですね、まあ、本来は独立して取り上げるべきだったかなというところもあのないわけではありませんので、えー、そういったところに関してはあの適宜、ですね、えー、実際にその6法の条文を見ながら ど,どこがどう変わっているのかというところは指摘していきたいというふうに思っております。で逆にですねちょっとこのレジュメには一応挙げたけれども、まあ、そこまでの重要性はない、まあ、あのちょっと飛ばしていた方がいいだろうというところもあったりしますのでそこはメリハリをつけながらですね説明をしていきたいと思います。ただ基本的には重要なポイントはすべて網羅するというのがの狙いになっております。 で今回、債権格論編というタイトルをつけたのはこれシリーズものになってまして8月にその民法総則編ですねそして11月に債権総論編を実施しておりましてこれはいずれも収録されておりますので例えば動画等で,です、ね、その見ていただくことはできるかと思いますがちょっとレジュメに関してはです、ね、これは申し訳ありませんけれども出席された方のみということになりますのでそちらの方はちょっとご容赦ください。 1>, で1ページ、ですねこの債権格論編が債権、まあ、法の中でも、まあ、非常にこう改,正の改正された箇所が非常に多いという特色もありますので早速ですがその1ページのところからどこがどう変わっていったかというところをあの一緒にです、ね、見ていくことにしましょう。で最初にあのアスタリスクで小さな字で旧と,と真のです、ね、定義付けをしておりまして旧というのは現行法つまり 今年の3月31日ですね、令和2年の3月31日までの、えー、に、その通用する規定を指しております。で、新というのが、令和2年4月1日施行の,の改正法ですね、えー、の規定を指しております。基本的にはもうほとんど新法の規定を挙げておりますが、えー、必要に応じてあの旧法もですね、えー、少しだけあの参照するという程度にしています。はい、じゃあ、まず早速1番目ですね、えー、契約自由の原則。 これはの民法のいわゆる三大原則というのがありました、えー、まあ民法のの三大原則の一つですけれども、まあ、私的自治と,あのとも言われますが、まあ、あの契約自由の原則ですね、えー、といった原則について、えー、今まであの当然すぎてあの当たり前すぎて、えー、条文がなかったというものですがこれはの国民に分かりやすくするためにです、ねえー、あえて明記したというものになります。 でそこであのこれ前回、前々回のです、ね、このシリーズもののガイダンス講義ではどういう改正趣旨で改正がなされているかについて言及していますのでここでもちょっとそれをまずです、ね、触れておきたいと思いますがまず一つ目がです、ね、ちょっと書き込みをしておくとまず一つ目が国民に分かりやすい民法に変えると。分かりやすい。 民法つまり一部の法律専門家だけ分かればよいというものではなくですね、えー、国民全員に分かりやすくですね、えー、その要は六法の条文見れば えーまあ、あの分かると、えー、それで、えー、例えばあの言葉自体もですね分かりやすく噛み砕いたりあるいは判例法理ですねこれはあのべあの民法の勉強している人にとっては当たり前の判例知識が、まあ、一般国民には当たり前ではないわけですからそういったあの判例法理とか、えー、通説の見解ですねこういったものをきちんと民法の条文に盛り込む国民に分かりやすい民法に変えるというのが一つありますでもう一つの趣旨はですね、えー、社会経済情勢の変化に対応させると。 そういう趣旨があります。社会経済情勢の変化に対応させるへ、えー、の対応ですね、という趣旨があります。<coughs> 国民にわかりやすくするということ、そして社会経済情勢の変化にあの合わせていくということですね。 これ特に顕著にやられているのが法定利率あの今回は取り上げませんけれども法定利率が従前はその5%年5%で固定金利だったものが これが、まあ、年3%からスタートしで、これは変動性に変わっていくというふうに変わるわけですね、これ、社会経済情勢の変化に合わせるという趣旨から、このような改正がなされております。あと、時効の短期化ですね、まあ、時効があの原則10年だったものが原則5年に変わり、でしかもあの一元化された、これも社会経済情勢の変化に合わせたものということになります。<laughs> はい でえー、早速で、えー、その1番ですね、ちょっと戻りまして、えー、少し脱線しましたんで、1番ですね、戻りましょう、えー。この契約自由の原則の明記というのは、もちろん国民に分かりやすくするためということになります。えー、まず521条ですね、1項から、えー、どういう規定になっているかをあの見ておきましょう。<coughs> 何人も法令に特別の定めがある場合に除き契約をするかどうかを自由に決定することができるつまり契約締結の自由ですねについて521条1項で規定しているとで2項が契約の当社者法令の制限内において契約内容を自由に決定することができる内容契約内容の自由ですね契約内容決定の自由これが521条の2項ということになります。 522条1項は契約の成立時期に関する規定ですね、これも民法を学習したことある方にとっては当たり前のことなんですが、その当たり前のことをですねあえて規定したというものになります。522条1項契約は契約内容を示して、その締結を申し入れる意思表示、これが申し込みの定義になるわけですね。 あの申し込みという言葉もあの民法を勉強している人にとっては当たり前の言葉であるわけですがそれはあの一般国民にとっては当然ではないということで申し込みの定義をここに示したということになるわけですね、まあ、契約内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して、えー、相手方が承諾をしたときに成立すると、まあ、ごく当たり前のことで、えー、いわゆる申し込みと承諾の合致で契約は成立しますということをあ,らあえてです、ね、明記したものになります。で2項 <laughs> えー、契約の成立には、えー、法令に特別の賛明がある場合除き書面の作成その他の方式を具備することを要しないつまり原則として方式は自由であるまあ政契約の原則ですねで、えー、ここでは、まあ、方式の自由という言葉で表現してますけれども、まあ、契約方式の自由ですね、えー、例えば売買契約をするにあたって、えー、書面というのは必ずしも必要ないということになるわけですこれが522条の2項ということになる。<laughs> もちろん法令に特別の定めがある場合のきですから例えば保証契約については書面が必要とかですね、あるいはその書面による消費対策という新しい制度ができるわけですがその書面による消費対策においてはもちろん書面を作る必要があるということになります。で2番目以下がこれが申し込みあるいはその承諾に関する規定の整理ですね。 でまずあのポイントだけあのお話をしておきますと2番のこの523条1項のポイントはこのだし書きが増えたというところですねつまり撤回権を留保できるとしたところに特徴があります。 あの今まではあの申し込みの撤回って自由ではなかったわけですね。どういう場合に申し込みの撤回できたかというと、あの期間の定めのない承諾期間を定めずにした申し込みについて、相当期間経過後ですね、その時だけ撤回ができたわけです。それ以外撤回できなかったわけですね。ところが、この撤回権を留保をすることによって、えー、その例えば承諾期間を定めてした申し込みであっても、撤回が可能になるということになるわけです。はい、2ページですね えー、承諾期間の定めのない申し込みですが、えー、ここについても撤回権の留保ができております、えー、1項ですねそして2項と3項は純粋にこれは新しい規定ですね、まあ、新しいといっても通説の見解を明記したものでこれもやはり、えー、国民に分かりやすくしたというものになりますちょっと525条の2項3項だけ読んでおきますと 対話者に対してした全項の申し込みは承諾期間を定めないでした申し込みです、ね、は同項の規定にかかわらずその対話が継続している間はいつでも撤回することはできる対話者だから面と向かって話しているです、ね、取引当事者ですねいつでも撤回することはできるという規定になっております。で3項 対話者に対してした第1項の申し込みに対して対話が継続している間に申し込み者が承諾の通知を受けなかった時はその申し込みはその効力を失う。まあ あの当たり前といえば当たり前ですけれども、もう対話が終わってしまったと、でその対話の間にまあ承諾がなければ、もう申し込みは執行しますと、ただし、申し込み者が対話の終了後も、その申し込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない、返事は後日で構いませんよといったような場合ですね、このときには、その限りではない、執行はしませんということになります。 そしてこの申し込み承諾に関して最も重要なのはちょっと4番すみません飛ばしまして5番ですね、ここはおそらく最も重要で、旧526条、これはいわゆる発信主義というルールをですね定めていたものです。つまり 期間を定めないでした、まあ、その申し込みです、ね、に対して承諾を発信した時点で契約を成立させるとした規定が旧規定があったわけですがこれが削除されて発信主義に合理性がなくなったとこれは社会経済情勢の変化に対応させたというものですね。 現代だと電子メールとか、あるいは郵便事情もかなりよくな,なってますので、まあ、ほとんど1日後には到達するというふうに変わってきている、ですから、この発信主義というものを取る、ですねもう合理性がなくなったと考えられたわけです、発信主義の廃止ということがあるわけですね、これはしっかりですね覚えておいてください。 はいまあ、あとはですね。ちょっと4番6番飛ばしますが、まあ、このあたりがその申し込み承諾に関するポイントということになってきます。じゃあ3ページいきましょうか？検証広告に関する改正も実はあってですね。 ただ、あの検証広告ってあの、まあ、おそらくあの本日です、ね、出席されている皆さんあのすべての方が行政書士試験のです、ね、受験者ではないかと思いますがあの大抵の,あの資格試験であの私ももちろんあの司法試験も受けてますけれどもあの大抵の資格,資格試験であの検証広告ってまず出ないですね、試験には。 ただ、万が一出てもあの例えば改正点聞かれたとしてもここだけ押さえておけば大丈夫かなというのがその2つ目の小目印になります例えばあのどういう改正があったかというとあの検証広告を知らない者にも、えー、当該広告の効力は及ぶつまり、えー、知っているか否かを問わずというような趣旨の,あの文言が入っているわけですね、えー、529条ですけれどもその529条に、えー、実はあの知っているかどうか関係なくと。 問わずというような規定になっていると、五百二十九条、ちょちょっとだけ、えー、じゃあ参考までにですね、えー、見ておきますと、まあおそらくもう、えー、皆さん二度と見ることはないかと思いますが、えー、参考までにですね、えー、見ておきますと、例えばこんな規定があると、五百二十九条ですね。えー、っとはい、えー、これ検証広告です。あの。 これは有比較の判例六法ですけれども、あの防戦部が書いてあるところが改正点ですね。である行為をした者、日程の報酬を与える旨、えー、o o を広告した者ですね、一、え、家、ー、検証広告者というは、えー、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、ここがあの特に重要な改正点になります。知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負うと。つまり その知らないで、広告を知らないで、その検証に該当する行為をしたとあの検証、検証金もらえる行為ですね、した人に対しても、その広告の効力は及ぶという規定になっているわけですね、これが529条の改正点ということになります、まあ、おそらくこれ、1つだけ覚えておけば、まあ、あの何かしら、何かしらですね。 正解のヒントになるだろうというポイントになっていますので、まあ、ここだけちょっとあの、まあ、こういう改正があったということで、えー、覚えておいてくださいあと8番9番以下が、まあ、ここはあの8番は同時履行の抗弁ですねこれ括弧書きが追加されたというのが同時履行の抗弁のまあ改正点になります債務の履行に代わる損害賠償のの、えー、債務の履行を含むというのはいわゆる店舗賠償等ですね 債務不履行によって、えー、例えばあの引き渡し義務が履行不能で消滅しましたでその引き渡し義務に代わる店舗賠償義務が発生したとでこの店舗賠償義務と、えー、反対給付の例えば代金支払い義務ですねこれが同時履行の関係に立ちますということをここで明らかにしたものになります、はい、そして9ページですがああ失礼、えー、と3ページの9番ですね3ページの9番ですが はいえ、これは有名な改正点ですね危険負担における債権者主義の規定を一部削除しました。まあ、一部というか、あの非常に大切な規定が削除されたということになります。で、534条と535条がいずれもあの旧法ですね削除されております。で、確認までに534条だけえ9534条ですね。だけ見ておきますと。 えこちらですね、まあ、判例六法ではこの囲みの中がですね、えー、その小さな字になっている方が旧法になります、えー、534、5 3十はいずれも削除されているわけですが、えー、この債権者の危険負担という見出しの534条ですねこれが削除されているで、えー、これ有名な規定だったわけですね。ね 特定物に関する物件の設定または移転を総務契約の目的とした場合においてその物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅出しまたは損傷した時はその滅出または損傷は債権者の負担に期するとあのこれがいわゆる債権者主義ですねでこの規定がなくなったということになりますでこの534条旧534条ですねの債権者主義っていうのは一体どういうものだったかというと要は特定物売買 例えば木造家屋を売買しましたとで木造家屋を売買したきにその例えばです、ね、まだあの契約は締結されているけれども引き渡しは終わっていないという状況で自然災害、あの大災害が起きてその木造家屋が倒壊してしまったという場合ですねでこのときに引き渡し義務は履行不能で証明します。 しかし、反対給付であるその代金支払い義務ですね、これは消えるのかというと、債権者主義を適用するわけです。債権者というのは、ここでは引き渡し債権者を意味しますので、すなわち飼い主ですね、ですから、代金支払い義務は残るとされていたわけです。 しかし、これは非常に古いです、ね、古代ローマのローマ法に由来するもので特定物の飼い主は危険を買うというそういう法格言がありますで。特定物の飼い主は危険を買うというのはもう非常に古めかしい発想であって全く合理性がないと批判されていたわけですね。 で、そこで、今回の改正でこれは削除されたということになります。この9番のところのポイントとしては、これは削除して、特定物売買の総務契約における、その債権者主義ですね、これを廃止しましたと、合理性がないからということになります。で、いわゆる債務者主義に一元化されたと考えて結構ですが、10番ですね。 ただ、これ単にあの一元化しただけではなくて、えー、これ反対給付を受ける権利を失わないとかです、ねえー、そういう規定にだったわけですけれどもそれがあの表現が変わりました、まあ、表現変わっただけではなくて厳密に言うと効果が変わっているわけですけれども536条1項です、ね、を見ておきましょう <laughs> え3ページの下になります、10番、ね、536条債務者の危険負担等とありまして 当事者双方の責めに帰することができない自由によって債務を履行することができなくなったときは債権者は反対給付の履行を拒むことはできるとあるわけですねだから反対給付が消滅するわけじゃなくて消滅するという規定だったわけですけれどもそれが反対給付の履行を拒むことはできるという規定になっているで履行拒絶権を与えているわけですね履行の拒絶権を与えているということになりますで実はです、ね、これあの危険負担と の改正点というのは、実は解除の改正点とあの連動しているんですえ、これ解除えに関してはこれ後で触れますけれども。あの従来はその債務者の帰跡自由が。 要件でであると解釈されていたわけですね債務者に故意、まあ、とか過失があって、えー、履行があの遅れてしまったとかあるいは履行ができなくなったという事情が必要であると返されていたわけですがで実はです、ね、これはもう純粋にあの法律の作り方あの立法の,その考え方にすぎませんえつまり、えー、債務者をあの責める。 債務,者債務者に対する責任追及あるいは制裁という趣旨で解除制度を設けていたというのがあの従前の,その解釈だったわけですけれどもところが 立法令によってはこれは債務者を責めるんじゃなくて債務者のに奇跡自由があるから制裁を加えるという趣旨で解除をするんじゃなくてそうではなくもう履行の可能性がなくなった以上債権者をなるべく早く契約関係から解き放つべきあるあの解放するとそういう趣旨に読み替えたわけですね。いわば これが今回の,その解除の改正点ということとになりますで。解除の改正点と連,動すると連動させるというのはどういうことかといいますとつまり解除には今後は奇跡自由がいらなくなる債務者の奇跡自由いらない債務者の責めに期することができない自由による履行の不能であっても解除はできるということになるわけですねでじゃあ解除と危険負担はどこがどう違うのか かつては危険負担は反対給付を受ける権利を失わないとか失うとかですねつまり当然にその代金請求権が消滅したり残っていたりするという規定だったわけですけれども今後はその危険負担においては履行請求を受けてもそれを拒むことができるただしその反対給付の義務は残ってしまう。 でそれを消すにはどうするかというとこれは奇跡銃いらないわけですから、えー、解除すればいいということになるわけですねですからこれ解除という制度と危険負担の制度の改正これはあの連動してるといるものとして、えー、理解をしておいてください。<laughs> ですからここでは反対給付の履行を拒むことができるわけですが反対給付の履行の義務はですね残ってしまうんですというのが前提になりますだからその義務を消すにはどうするかというと奇跡自由なくして解除ができるようになっているわけですから解除をすればよいということになるわけですねそこはきちんと論理的な関係として理解をしておいてください でなおです、ね、この536条2項がこれが唯一現在残ってあ失礼、新法で残っている、えー、その債権者主義と言ってよいものですね、えー、536条2項を見ていくと債権 <coughs> 者の責めに期すべき自由によって債務を履行することができなくなったときは債権者は反対給付の履行を拒むことはできないまあよく考えると当たり前なんですけれども債権者に濃い過失があって例えばですね で物がなくなってしまったという時にはもちろんその債権者をお金払わなきゃいけない。 とということになるわけですね債権者の責めに期すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは債権者は反対寄付の履行を拒むことができないでこの場合において債務者は事故の債務を免れたことによって利益を得たときはこれを債権者に償還しなければならない例えば木造家屋の引き渡し義務を免れてたまたま保険に入っていましたでその保険金がおりましたというときにはその分は償還義務が生じるということになるわけですね。 はい、えー、くどいようですが、その危険負担というのが、まあ、あの効果が変わっているわけですけれども、これは解除の、えー、改正とリンクしているというところをきちんとですね意識してお,おきましょう。で4ページ <coughs>、えー、第三者のためにする契約が若干変わりました、これはあの第三者保護、受益者保護ですねの観点からの改正が、えー、なされている、例えば12番ですね。 12番の二、えー、の方なんですけれどもこれは受益者保護の観点から。 受益の意思表示後はです、ね、第三者の承諾なくしてそのこれは要約者ですね要約者が解除することはできないという規定になっております、まあ、今要約者とか受益者と言いましたがあの条文上はもちろんそれは相手方あるいは第三者という表現ですね高額上の用語でこれ受益者とか要約者と呼ぶわけですけれどもこの第三者のための契約の規定も変わってますよというところを理解しておいてください で次に13番はこれはもうあの民法を勉強している人にとってはもう当然の規定なんですけれどもこれも国民に分かりやすくするためにあえて置いたものになります判例通説を条文化したものです。539条の2ですね 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合においてその契約の相手方がその譲渡を承諾したときは契約上の地位はその第三者に移転するとあってこのように契約上の地位の移転にはの相手方による譲渡の承諾これが必要ですよということが明記されております。 はい、じゃあ5ページで解除に関する改正点を見ていきましょうで先ほどちょっとあの触れたポイントというのが5ページの下の方に実は説明をしております5ページの下のその一番下の,あの米印ですねまずそこから見ておきましょうかこれが最も重要な改正点になります 旧、えー、543条ただし書きの規定つまりただしその債務の不履行これは旧543条何の規定だったかというと履行不能における解除の規定だったんです旧543条は履行不能における解除の規定だったわけですねで、えー、このただし書きの規定、えー、ただしその債務の不履行が債務者の責めに期することができない自由によるものであるときつまり債務者の故意過失等がない場合ですね によるものであるときは、この限りでない、つまり解除ができないという規定だったわけです。でこの五百四十三条正し書き、かつてですね、旧法の五百四十三条正し書きがあったがために、債務者の濃い過失といった。奇跡。自由が解除の要件だと解釈されていたわけです。まあ、あのその通りにも規定されているわけですね。 ですから、この規定を全部削除して、えー、債務者の帰跡自由とかもしくは面積自由の不存在ですねこれは解除の要件ではないということを明らかにしたそれがあの今回の改正の最も重要なところということになりますつまり、えー、債務者の故意とか過失というのはもはや解除の要件ではないわけですねこれは趣旨があのくどいようですが趣旨がこれは債権者をなるべく早く契約関係から解放する。 えー、なるべく早く、ですねもう離婚の可能性がなくなったわけだから、えーまあ、あのなるべく早くですね、えー、その、えー、契約関係から解放してあげるとこういう趣旨が、えー、からですね改正がなされているということになります。<laughs> 541条に正しし書きが加わりました、これは541条はもともとあった規定に正だし書きをつけたというものになります。でただあの、見出しも変わってます、これ、催告解除と無催告解除で条文を分けたと、そういう立てつけになっているわけですね。 で541条は歳告解除 <laughs> 当社の一方がその債務を履行しない場合において相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をしその期間内に履,履行がないときは相手方は契約の解除をすることができるこれはもともとあった規定ですねあのいわゆる履行地帯における契約解除の条文だったわけですね。 でただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微、ね、つまりあの大したあの不履行ではないと、えー、例えばあのそんなに大してです、ねえー、重要な振り込みとはあの考えられないというときには、えー、この限りでない、つまり契約解除はできない。 軽微な不履行に関してはあの損害賠償で対応すればいいだろうという発想があるわけですねつまりちょっとお金払ってでああのそれでも済ませてあげましょうよという発想があるわけです <laughs>、はい、そして15番が、えー、解除に関する改正、えー、丸2ということで催告、えー、によらない解除無催告解除ですね でいわゆる履行不能による解除がこれに当たるわけですが履行不能以外にです、ね、無債国で解除できる場合についてすべてこれ網羅的に規定しているということになります542条 <laughs> 次に掲げる場合には債権者は全条の債国をすることなく直ちにということですね無債国解除です契約の解除ができるとで1号で債務の全部の履行が不能であるとき全部の全部不能ですねこれはもちろん直ちに解除ができると。 で2号は、これはあの履行自体は可能だけれども、えー、もはやあの社会通念に照らして、これ、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときですから、もうこれは社会通念に照らしても、履行の可能性がなくなったと見ると。<laughs> で3号で債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表した場合において残存する部分のみでは契約をした目的を達することはできないとき、ねえー、例えば1000平方メートルの土地の売買をしたけれども、えー、900平方メートルについて、えー、拒否をしたとかです、ね、あるいは履行不能になっているというケースですね。<laughs> はい、4号、えー、契約ののまたは当社の意思表示により 特定の日または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することはできない場合において債務者が履行しないでその時期を経過したときとありますがこの4号はいわゆる定期行為と呼ばれる行為ですね定期行為つまり一定の決まった時期にその行為をしないと意味がないというものですだから一種の履行地帯になるわけですがしかしこれ定期行為の履行地帯はもう履行不能に等しいと考えるわけですね。 例えばあのクリスマスケーキの注文をし,てしたけれども12月25日を過ぎてもまだ完成しないというときにもうこれすぐにもう解除ができるといちいちあの相当期間を定めて離婚の催告をしても意味がないわけですねですからこの場合には即解除ができますということになります。で午後 これはその他ですね。全確保にかわる場合のほか、債務者がその債務の履行せず、債権者が全条の債国をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるときというものですね。その他のケースで、無債国解除が可能と。さらに、2項はこれは一部解除ですね。あの一部の無債国解除に関する規定が置かれています。2項の1号。 債務の一部の履行が不能であるときには一部についてあの無債告解除が可能とで2号は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときですねこれも一部解除が可能ということになります。 このように、あの、解除の規定は、催告解除と無催国解除で分けるという、その規定の整備の仕方になってますので、まあ、これでも割とシンプルになっているわけですね、えー。というふうに理解をしておいてください。そして、帰席時債務者の帰籍自由が要件でなくなったこと、これをしっかりですね、理解しておきましょう。で、6ページに、まあ、いわばその他のですね、解除に関する改正、えー、というのが置かれてまして、 この16番の改正点は少し重要なんですね、これはの解除というのがこれ債権者保護のための制度に変わったわけです、もともとは債務者に対する制裁という趣旨だったわけですが、これが債権者をなるべく早く契約関係から解放してあげると、そういう趣旨に変わりましたので、その543条ですね、債務の不履行が債権者の責めに期すべき順によるものであるときは、債権者は全2条の規定による契約解除をすることはできない。 というふうふに書いたわけですつまり債権者の方に奇跡自由があって債務不履行に陥ったというときにはもはや解除は認めないとしているわけですねですからこの米印にあの実は趣旨、えー、書いてありますけれどもこの制度趣旨をぜひあの覚えておいてくださいこれがあの今後あの解除を説明するときの制度趣旨ということになるわけです債権者を契約の拘束,力拘束力から早期に解放するという趣旨ですね 今までは債務者に対する制裁だったわけです。債務者に制裁加えるというのが解除の趣旨だったわけですが今後はそうではなくですね債権者を早期に契約関係から解放するという趣旨に変わっていたそこをぜひですね理解しておいてください。あとはまあ17、18はすみませんここではちょっと割愛しますがあのこういう改正ものはされてますよというところですね。で7ページ、えー、いきましょう 7ページの19番で、<coughs> えー、定型約款ということこれあの、注意していただきたいのは、いわゆる約款全部を網羅しているわけではありません。あのここに該当する約款のみを定型約款と呼ぶことにして、定型約款については、えー、いわゆる包括的な合意、もしくは承諾があったものとみなして、でえーまあ、契約関係を成立させるというものですね。で定型約款の典型、何かというと、例えば、 あの鉄道とかバスの運賃ですねつまり、えー、運賃といったものはこれはの定型性、確実性が要求されるつまり、えー、例えば山田さん、田中さん、鈴木さんといって、えー、個別に料金を設定するわけではないわけですね、一体誰が乗ってきても、まあ、子どもだったらいくらとか大人だったらいくらというふうにこのように確実的に設定する必要があるわけです。ですから、えー、548条の2で、えー、これはの定形約款の定義がいわば書いてあるわけですね。えー、ちょっとと読んでいきますと <laughs> 定、えー、定型取引これ括弧内が定義になります、えー、ある特定のものが不特定多数のものを相手方として行う取引であって、えー、その内容の全部または一部が確率的であることがその双方にとって合理的なものを言うだから鉄道の,その運送契約ですねその際に運賃をどう設定するかというのは確率性が要求されるわけです、えー、以下同じを行うことの合意事書において定型取引合意というをしたものは 次に掲げる場合には、定型約款ですね。まあ、これが今後使われる言葉になります。定型約款、定型取引において、契約の内容する、内容とすることを目的として、その特定のものにより準備された条項の相対を言う、以下同じですね。の、個別の条項についても合意をしたものとみなすと。で、1号で、定型約款を契約内容とするものの合意をしたとき、 2号で定刑約款を準備したもの定刑約款を準備したというがあらかじめその定刑約款を契約内容とする旨を相手方に表示していたときですね。で2号で全項の規定にかかわらず同項の条項のうち相手方の権利を制限しまた相手方の義務を課長する条項であってその定型取引の対応及びその実情並びに取引所の社会通念に照らして第1条第2項これは審議則ですねあの審議成立の原則と呼ばれるあの大原則ですね。 に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては合意をしなかったものとみなすこの2項の趣旨は明らかにこれは消費者保護ですあの要は定期約款準備者というのはいわゆる事業者ですね鉄道事業者とかあと保険,保険事業者ですねあの保険会社ですねこれが定期約款準備者に当たるわけですがこれはの2項はその消費者 お客様の方を保護するた趣旨の規定ということになってくるわけですね。ですからえ不当条項については合意がなかったものとみなすとしているわけです。例えばこれ消費者契約法という法律がありますけれども、あの、えー、消,消費者契約法という法律がありますが、その消費者契約法の10条にですね、不当条項は当然無効になりますよという規定があるわけですが、そういったものを参考にして作られています。はい。 えー、契約総論はこ,ここまでにしまして、じゃあ、あのこれから契約各論ですね、えー、を見ていくことにしましょう。<laughs> 7ページの、えー、真ん中あたりから、えー、贈与。 少少しし変変わわっっててまますす贈与が549条は文言をです、ね、若干あの変えたという程度なんですけれどもただ、これあのどういう改正かというのはちょっとあの頭に入れていただきたいのが事故の財産というふうに書いてあったんですね、あの旧規定では。これがある財産をえその相手方にああ与えることを訳しというふうに変わっていったわけですがある財産ということは事故以外の財産も含むわけですからつまり他人の財産であってもよいつまり他人物贈与も有効であるということを明らかにしています。 あのあの事故の財産をある財産に変えたことによって、他人物贈与も契約としては有効であるということを明らかにしています。<laughs> はい、21番ですね、えー、これがあの贈与に関する改正、丸二番ということで、これも有名な規定ですで、えー、これは旧法では、これもご存知の方も多いと思いますが、撤回となっていたわけですね、で実は撤回になる前、取り消すというふうに書いてあったんですよ、で取り消しが撤回になり、そして今度は解除になっています。 え書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができる、つまり解除権にしたわけですね、解除権にした、でただし、履行の終わった部分についてはこの限りでないとあります、ですから、正し書きの解釈とかは、これは変わりません、あの旧法の判例がです、ね、そのまま当てはまるだろうということになりますが、まあ、解除権というふうに効果を変えておるえいるわけですね、はい、で22番は、これはあのいわゆる担保責任、まあ、契約不適合責任ですね。 の改正にあのちょっと関連するところではあるわけですが551条1項はこれは推あの意思を推定した規定と言われているわけですね、まあ、推定するというふうに書いてありますが何を推定しているかというと当事者の意思をですね推定したものと、えー、解されています、えー、贈与者は贈与の目的である物または権利を贈与の目的として特定したときの状態で引き渡しまたは移転することを訳したものと推定するとありまして、えー、その贈与、えー、その 特定したときの状態で引き渡しまたは移転することを訳したと推定すると、まあ、無償契約ですからもう例えば傷がついている状態のものであってもそのまま引き渡せばよいというふうに推定したということですねもちろんこれ推定規定ですから贈与契約において変更することは可能ということになります、はい、8ページいきましょうか8ページから売買ですね はい売買のところの改正点これ非常に重要な改正が含まれています、えー、まず23番の手付け、えー、これ少し変わってます、えー、判例はあの反映したものですね5571項ですが、えー、買い主が売り主に手付を交付したときは買い主はその手付を放棄し、えー、売り主はその売額を 現実に提供してになっているわけですね。これ、旧法では売額を召喚してと書いてあったわけですが、現実に提供して、つまり、現実の提供が必要であると、いわゆる売返しですね、えするときに、現実の提供が必要ですよということを明らかにしたものになります。契約の解除をすることができる。ただし、 その相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでないとあるわけですね。これ、えー、改正前はどういう規定だったかというと参考までにです、ね、ちょっとあの見ておきますと557条、まあ、あのご存じの方も多いと思いますが、えー、改正前は正し、えー、書きではなかったわけですね正し書きの,規定あの形,形式ではなくてこの小さい文字の方ですねこの557条1項9法です。<laughs> 飼い主が売り主に手付けを交付したときは当事者の一方が契約の離婚に着手するまではという規定だったわけですね、これはのだし書きに回して、ただしその相手方が契約の離婚に着手した後はこの限りでないというふうに書いているわけです。でこれはあのまず文言が当事者の一方という文言が相手方に変わっているわけですね、これ有名な判例があるというのを意識しているわけです。 つまり、事故がです、ね、着手していても、相手方がまだ着手してなければなお、手付けによる解除が可能という解釈があったわけですね。有名な判例があるわけです。ですから、相手方が契約の履行に着手したあとは、もはや解除ができませんという規定に変えたということになります。はい、24番は、これは通説を条文化したものと言われています。まあ、判例もあるようですけれども、まあ、どちらかというと、もうあの争いのない見解ですね。 ここれを条文化したものとということになります売り主は飼い主に対し登記登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うと、まあ、もともと解釈上売り主にはあの登記協力義務があるとされていたわけですね登記義務者と呼ばれているわけですから登記義務があるとされていたわけですけれどもそれをまああのか、えー、条文上、明らかにしたということになります。はい、そししてて9ページから見ていきましょう この売買に関する改正3というところで、この契約不適合責任、まあ、これ、学者によってちょっと呼び方は若干違うようですけれども、まあ、契約不適合担保責任と呼ぶ人もいれば、契約内容不適合責任と呼ぶ人もいるようですけれども、ちなみにですね、これはあの、まあ、民法の改正作,あの作業に関わったです、ね、京都大学の塩見義夫先生という方がいらっしゃるんですが、塩見先生は、契約不適合責任という言葉を使われているようです。あの塩見見先生のの本を見てもです、ねまあ、その言葉 であの統一されているようですから、まあ、契約不適合責任という言葉はここではちょっと使うことにしております。で買い主の追加性これは契約不適合責任内容としてはあの主に3つなんです。あの大きく言うと3つにこれ整理されているわけですね。で契約不適合責任のとしてはまず買い主の追加請求権これはかつては存在しなかったわけですね。あのかつてはなかったもう純粋に新しいものということになります。 例えば追加というのはそうです、ね、数量不足の場合はそれをあの補うというものであり、えー、壊れている例えば傷がついているとか壊れているものであればそれを修理するというのが追加ということになるわけですがこの追加請求というのは請、えーえー、<coughs> 負いにおける過し補請求というのは認められていましたが売買における飼い主の追加請求です、ね、これは認められていなかったということになるわけです。 でそして、飼い主の代金減額請求ですね、これも新しい規定ということになります。あのかつてはこれなかったわけですけれども、これはの新法ではこれが導入されていると。で、損害賠償請求と解除は、これはあの、まあ、一部規定があったわけですけれども、例えば貸し担保責任ですね、かつての。えー、損害賠償請求とか解除については一部規定がありましたが、これも、えー、いわゆる、えー 債権総論のつまり債務不履行一般の規定に基づく損害賠償請求権とそして解除権ですね、まあ、解除は先ほど契約総則で見たところですけれどもえつまり債務不履行一般の規定をここで使うとあるいは契約一般の規定をここで使うとしているわけですですからえこれはやはりですね、えー、細かいあの小さな改正ではなくてやはり重要な改正点ということになってくる でこの契約不適合責任の条文ですがちょっと562条からやはり見ておきましょうか大切なところでですすから <laughs>、えー、1項ですね、えー、引き渡された目的物が種類、品質、または数量に関してだから種類が違うとか品質が劣っているとか数量が不足していると。 に関して契約の内容に適合しないものであるとき、ね、契約内容に適合しないこれが契約不適合と呼ばれるものですは飼い主や売り主に対し目的物の修,補です、ね、修理で代替物の引き渡しあの種類物とか不特定物の場合は代わりのものをよこせと言えるわけですね。または不足分の引き渡しによる履行の追加を請求することができる。 ただし、売り主は飼い主に不相当な負担を課するものでないときは、飼い主が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。例えば、州法請求されたけれども、まあ、代替物を渡せばいいかなと考えたときに、まあ、それで飼い主の方にですね、不相当な負担を課するものでなければ、そういうふうにあの別の方法での追加も可能ということになります。で、2項 2項重要ですねこれはあの、先ほど536条ですかね、536、えーね、条2項ですね、536条2項で、えー、一部債権者主義が採用されていますという話をしましたが、それと同じ趣旨なんです、この562条2項も実は同じ趣旨です。 全項の不適合が飼い主の責めに期すべき自由によるものであるときは飼い主は同項の規定による離婚の追加請求をすることはできないとありましてこの場合には飼い主の方に帰跡自由があれば離婚の追加請求は認めないとしているわけですね。これも536条2項と同じ,同じ趣旨であるというふうに理解をしておいてください。563条ですがこれもちょっと見ておきましょうか一応、まあ、大切なところなんで見ておきましょう。 563条1項ですけれども全条第1項本文に規定する場合において飼い主が相当の期間を定めて利行の追加の催告をしその期間内に利行の追加がないときは飼い主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるでちょっと注意していただきたいのがこれ追加可能な場合はまず追加を先にしなければいけないわけですね追加が全地,地になります。 追加を全知することを前提としてしかし、追加してくれないといった場合に初めて代金減額請求ができるという立て付けになっています。で2項、しかし、追加ができないとき不能な場合ですね。このときはもう直ちに代金減額請求ができる。2項、<laughs> 前項の規定にかかわらず次に掲げる場合には飼い主は同項の催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。1項、<laughs> 履行の追加が不能であるときですね、これが典型例。で2項 売り主が利行の追加を拒絶する意思を明確に表示したときつまり利行の追加自体はできるやろうと思えばできるけれどももうやりませんとはっきり言われた場合です。で3号 <laughs> 契約の成立または当事者の意思表示のように特定の日、また一定の期間内に利行しなければ契約をした目的を達することができない場合において売り主が利行の追加をしないでその時期を経過したときつまり定期行為、ですねいわゆる定期行為あの追加に関して定期行為とされている場合です。 そのととにやってくれなないいいう意味がないという場合で,す、ね、で4号、全 <coughs> 3号に関われる場合のほか飼い主が前項の催告をしても離婚の追加を受ける見込みがないことは明らかであるときとありますで。この規定を見てです、ね、あのピンときた方がいらっしゃると思いますがあの無催告解除の規定と似ているわけですよね、無催告解除、542条ですかね、これとまあそっくりです。ですから、542条とあこれ、似てるなと、代金減額請求の要件ですね。 えが似てるなというふうにあの見ていただければ結構です。でなんで似てるかっていうとですね、あのちょっとまあ少し余計な話になるかもしれませんが、なんでこれ似てるかっていうと代金減額請求っていうのは一部解除なんです実はあの本質的に一部解除あの契約関係の一部解除で、えー、例えば追加ができないところについてはもうあのおまおまけしてほしいと。 例えば100個発注したのに80個しか引き渡してくれないであと20個よこしてよと言っても向こうが拒絶しているとだったら100個分の代金もあの、えー、契約上です、ね、決まっているけれども100個分は多すぎるからということで20個分おまけしてというわけですねこれが代金減額請求ですからこれ一部解除というその趣旨が含まれているわけです564条がこれはあの損害賠償請求そして解除権です、ね、に関する規定になります ですから、えー <laughs> まあ、見ていきましょうか、564条、全 <coughs> 2条の規定は、第415条、これ、債権総論のところであの扱ったんですけれども、あのいわゆる債務不履行一般の、えー、損害賠償に関する規定です、415条の規定による損害賠償の請求並びに、第541条および第542条の規定による解除権の行使を妨げないとありますから、もちろん、えー、415条、541条、542条、それぞれの要件を満たせば、えー、損害賠償 請求や解除がで、きるとということですね。415条だけ、これはあの債務者の面積事由の不存在、これが要件とされています。あの正確にあの今、正確に言いましたが、あの債務者の帰席事由というよりは、債務者の面積事由の不存在です。面積事由がないことですね、債務者に。で、面積事由がないということと、帰席事由があるというのは、まあ、似てるようで、ちょっと違うわけですね。 今まで奇跡自由というのは濃い過失というふうに解釈されていたわけですがそれに限らないということになります。面積自由がないことです <laughs>、はい。そして9ページの下ですが移転した権利が契約内容に適合しない場合における売り主の担保責任とあって565条、これは権利の過失と呼ばれるものですね、これもだから判例法理をまあ条文化したと理解していただければ結構です。条。<laughs> 全3条の規定は売り主が買い主に移転した権利が契約内容に適合しないものである場合例えばそうです、ね、賃借権の売買をしたはずなのに使用借金しかあの譲,譲渡を受けてないとかですねそういうケースです。で契約内容に適合しないものである場合で確保。かっこ 権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含むつまり一部他人物場合はこの565条に含まれるということになります。について順序する <laughs> でここで一つ皆さん、疑問に思われたかもしれません、じゃあ、他人物売り主の担保責任はどこに消えたんだというふうに思われると思いますが、他人物売り主の担保責任、実はあの規定がなくなっているんです、でこれ、なくなったというのは、これはあの一切あの責任を負わせないという意味ではなくて、これは債務不履行一般の責任として処理するという趣旨なんです、415条とか、えー、あるいは541、えーえー、条、542条ですね、こういう債務不履行一般の規定に、えーえー よってこれは処理をしていくと、そういう趣旨で、これ、あの担保責任に関する規定は、売りのあの他人物売りの人の担保責任ですね、これはあの削除したということになります。はいじゃあ、10ページから見ていきましょう。あこれもそうですね、えー まあ、貸,し貸し担保責任そのかつての,その売買における売り主の担保責任と呼ばれていたときから、まあ、似たような規定はあったわけですがただ、よく読むとやはり違うわけですね、えー、目的物の種類または品質に関する担保責任の期間の制限でこれは一体何の期間なのかということがここで明らかにされています。条ですね <laughs> 売り主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買い主に引き渡した場合において買い主がその不適合を知ったときからこれ昔の言葉で言うと歌詞を知ったときからですよねその不適合を知ったときから1年以内にその旨を売り主に通知だから通知の期間制限だということを明らかにしています。通知しない時 その昔の言葉でいうと歌詞を知った時からということになるわけですがその不適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しない時は飼い主はその不適合を理由として履行の追加の請求代金の減額請求損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。 ただし、売り主が引き渡しのときにその不適合を知り、また重大な価値によって知らなかったときはこの限りでない、つまり、正しし書きもこれ重要なんですが、売り主が悪意でその欠陥のあるものを引き渡したというときには、この期間制限を適用すべきではないわけですね。これは、種類あるいは品質に関する不適合があった場合の、いわば権利を主張するための期間の制限。でこれは通知をしておけば、 これは引き渡しの引き渡しの時から10年またはその知った時から5年ですねこれはの消滅事項期間がその権利行使することができることを知った時から5年または権利,、まあ、権利行使が可能な時から10年間ですねつまり引き渡しを受けた時から10年かまたはその不適合ですねこれを知った時から5年以内に損害賠償請求などの訴訟を起こせばよいということになります。 これはあくまでも、あの、権利の保存の期間なんですね。この1年というのは、あの、権利保存期間。権利保存期間であり、これ言い方を変えると、この1年以内に通知だけでも出しておけばよい。で、通知を出さないとし、あの、執行してしまう、執権してしまうわけですね。権利保存期間です。この1年間というのは権利保存期間で、 でこの1年以内の通知を怠ってしまうと不適合を知ったのに1年以内の通知を怠ってしまうと権利が失われてしまう失権してしまうとそういう制度に変わっているとでただしあの種類と品質だけですね数量不足については引き渡しを受けたら正しいに分かるはずだからすぐに通知をせよとそういうい趣旨ですすぐにあの例えばあの訴訟的とかですねそういったもので対応しなさいとそういう趣旨です。 はい、567条は、これはあの目的物のメス等についての危険の移転。これはあのかつての言葉で言うと再建者主義に近いんですけれども、ただあの、新法では危険の移転という表現を取っているわけですね。危険の移転。で、567条を見ていきましょう。1 <coughs> 項から。 売り主が飼い主に目的物、売買の目的として特定したものに限るを引き渡した場合において、その引き渡しがあった時以後に、これは引き渡した場合ですね、引き渡しがあった時以後に、その目的物が投資者双方の責めに来することはできない自由によって滅出し、または損傷した時は、飼い主はその滅出または損傷を理由として、履行の追加の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできないとあるわけですね。 つまり引き渡しが終わってしまったあとはもうその危険が飼い主に移転してしまっているので飼い主としては損害賠償請求などができないということになるわけですね。危険の移転という言葉を使いますでこの場合において飼い主は代金の支払いを拒むことはできないだから一種の債権者主義にあたるわけですね。まあ、これは危険の移転という言葉をあを新法では使っています、はいまあ、1個だけにしておきましょうか。 でこれ以外にもですね。様々な改正点があのありますが、すみません。ここではちょっと割愛させていただきます。あと、買い戻しに関する改正もですね。若干ありました。まあ、これはあのこういうここはあの改正されてますよ。という参考程度に見ていただければ結構です。あ、そうか、えっと買い戻しに関してはちょっと一つだけ触れておきましょうえ。26番のあの1つ目の米印ですね。ここだけちょっと触れておきますが。 これ買い戻し特約の規定に括弧書きが加わっておりましてこれは買い戻しの実行に要する金銭ですねの額これは売買契約の代金,と売買代金とあと契約費用ですね契約書作成等のその契約費用これをいわば返して買い戻しを実行するという規定になっていたわけですがこれは実は括弧書きによってこれ合意によって定めた金銭ですね合意により定めた金額 これを払うことによって、実返す、変換するわけですけれども、これを払うことによって、買い戻しの実行ができるというふうにも変わっている、つまり、売買代金に限定されず、これはもう当社者の合意によって、これを変えることが可能になったということになります。だから、いわゆる利息分等を含めてです、ね、少し多めの金額に変えるということも可能ということになります。 合意,合意さえあればその費用でもってあその金額でもって実行しなければならないということになる <laughs>、はい、じゃあ11ページのところですね、えー、見ていきましょうか <laughs>、はい、消費対策に関する改正点でおそらく一番大切なのはこの丸一番ですね、えー、書面でする消費対策等とありますあの、この表現をまず覚えておいてください、書面でする消費対策ですね。 まあ、党というのはあの電子的記録による消費対策もあるのでえ党というふうにあの呼んでますけれども書面で行う消費対策ですねというのが今後はあの一般的な表現になりますでこれは何かっていうとあのいわゆる学生的消費対策ですで注意していただきたいのはこれ学生契約ではないんです 学生契約っていうのは申し込みと承諾の合致のみで成立するのが学生契約ですが、書面が要件とされているわけですから、学生契約ではありません。しかし、これは民法学者はみんなこれを学生的消費対策と呼んでいるわけですね。つまり、あの、限りなくこれ学生契約に近づいていったということです。 今までは容物契約で実はあの新法でも原則は容物契約なんです新法でも原則は容物契約しかし書面を取り交わすことによってこれを学性的消費対策に変えることができる587条の2というのを見ていきましょう全 <laughs> 条の規定はあのこれはほぼ変わってません一応あの若干の改正点はあるんですけれども、まあ、ほぼ変わってません つまり、従前の,その消費対策ですね。用物契約としての消費対策です。で、587条の2で、全条の規定にかかわらず、書面でする消費対策です。あの、これ、書面がまず要件。 書面でする消費対策は当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを訳しですね引き渡すんじゃなくて引き渡すことを訳し相手方がその受け取った物と種類品質及び数量と同じものを持って返還するをすることを訳することによってその効力を生ずるつまりもう合意のみで整理する正しい書面が必要というものです。 はい、そして4項で電磁的記録による場合も含まれていますので、まあ、だから書面でする消費対策等という表現になっているわけですね、えー、要はあの厳密に紙でなくてもです、ねえー、メールのやり取り等であ,のあるいは PDF で作るとかです、ね、そういったものであっても別に構わないということになります。 はい、28番は準消費対策、まあ、これはいいですね、えー、そして29番は、これも,もう民法を勉強している人にとっては当たり前すぎるという規定なんですけれども、あの民法上の消費対策は原則無償消費対策、つまり利息なしということになります、でそれを明らかにしているわけですね、589条、えー。まず1項ですが、貸主は特約がなければ借り主に対して利息を請求することはできないとあって、えー、原則無償だということを明らかにしているわけですね。<laughs> はいあとはその貸主の引き渡し義務等というのはいわゆる、そうですねまあこれはいいですかね、これは担保責任の改正に関連するものということになります。12ページを見ていただくと、はい、使用対策ですね、見ていきましょうか、32番のところで使用対策の規定、これはかなり変わっています。 あのえーまあ、見ると分かるんですけれども使用貸借は当社の一歩がある物を引き渡すことを約しです引き渡すんじゃなくて引き渡すことを約し相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了した時に返還をすることを約することによってですねその効力を生ずるとありますつまりこれは引き渡し約束というふうに表現が変わってますのでこれは無償使用貸借契約についてはこれは学生契約です あの、書面はいりません。学生契約ですね。え、になっているというものになります。今までは洋物契約だったわけですが、あの、今回ですね、改正を機に、あの、洋物契約っていうのはもう合理性がないと。これも、あの、これもローマ法の異物なんですね。ローマ時代のそのローマ法の異物だったわけです。ですから、そういったものはもうことごとくですね、合理化していこうとして、現在民法で残ってる、唯一残ってる洋物契約は、実は消費代謝契約だけなんです。あの、書面を取り交わさない消費代謝ですね。これが唯一残ってる洋物契約ということになります。 はい、12ページ続きですが、えー、使用対策に関する改正二というところで、終了解除というふうにまとめましたが、もともとは返還時期の定めだったんですね、この597条とか598条に対応するものは、これはもともと返還時期の定めとされていたものをこのあの、この期に終了と解除で整理して、ですねこれこれの場合に終了する、これこれには解除することができるというふうに変えー、書いたと、これ、終了と解除の違い、皆さんわかりますよね。 これ終了は意思表示なくして当然に終了するとで解除は解除の意思表示が必要ということになるわけです、その違いと。で規定内容を見ていただくと例えば597条3項は元々あったもともとあったものをこの597条の3項に位置づけたというものです使用対策は仮主の指紋によって終了するこれ有名な規定ですけれどももともとあったものをここに入れたということになります。 だからあの規定の移動があの生じています、あのつまりもともと別のところにあった条文をまとめて597条、1項、2項、3項の形にしたというふうにですね、ちょっと若干この規定の位置が移動していると。はい、じゃあ13ページから賃貸借ですね、ちょっと残りもあと10分ぐらいになりましたが、この賃貸借に関する改正点、見ていきましょう。 あの賃貸借の改正点は、まあ、あの債権格論、ほとんど言えそれは当てはまるんですが、賃貸借の改正もあの判例通説ですね。これを条文化したものが非常に多いです。605条の2というのがありまして、まず1項もこれ有名な判例なんですね。不動産の賃貸に至る地位の移転。 全条、借地借下法第10条または第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合においてこれ賃借人がということですね備えた場合においてその不動産が譲渡されたときはその不動産の賃貸人たる地位はその譲り受け人に移転するこれ当然にという意味での当然にという趣旨です。 つまり、えー、いちいちですねあの合意とかあのその承諾とかそういったものをなくして当然に移っていきますよというしたのが6百5条の2の第1項これ有名な判例があるわけですねそれを盛り込んだものということになります。で、えー 二項は、これはあの判例ではなくですね、これ実務上の要請に基づくものとされています。この600個条の2の第二項、特に前段ですね、これは実務上の要請に基づくその改正点ということになります。新設規定ですね、新設規定。 全項の規定にかかわらず不動産の譲渡人及び譲り受け人が賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨およびその不動産を譲り受け人が譲渡人に賃貸する旨の合意をした時は賃貸人たる地位は譲り受け人に移転しない。 この場合において譲渡人と譲り受けにまたは証券人との間の賃貸借が終了したときは譲渡人留保されていた賃貸人たる地位は譲り受けにまたはその証券人に移転するとありましてまあこの前段のちょっと説明ですねしておきますとこれ賃貸人たる地位がその第一項の規定にかかわらずこれ留保するとその賃貸人の地位を譲渡人に留保するという合意をしたとでこのときには賃貸人の地位が移動しない。 例えば、これどういうケースが考えられるかというとある不動産事業を行っている会社があるとでそれが大きなその例えばアパートを建てたとしますでアパートを建ててで例えば1億円かけてです、ね、建てたとするとでもう入居者も募集して何人か入ったとしますねでそこで、じゃあちょっとこのアパートを売却してさらに別の事業を始めようかと考えたときにこのアパート丸ごとを例えばお金持ちに買ってもらうわけですね。ねその時に そのお金持ちが、いやでも私、賃貸管理は面倒だからやりたくないと言ったときに、だったら今まであの賃貸管理してたのはその弊社がやってましたんでということで、その会社がもう自ら賃貸人としての地位はです、ね、留,保留保した上えで、じゃあ引き続きはあの弊社で管理をしていきますと言って、譲としてその収,益あの収益請求権です、ね、だけはその譲受人の方うに移転すると。つまり えその利益だけ欲しいと、そういう譲り受け人がいた場合に、この譲り受け人にその家賃ですね、だけはまあ入れるということにするわけですね。 でその <laughs> 賃貸人たる地位については譲り受け人に、まあ、あの移転せずに留保させるというそういうあの実務上の必要性に応じて、えー、設けられた規定ということになりますつまりすべ、えー、てのケースにおいて当然移転を望むとは限らないわけですねすべ、えー、てのケースにおいて、えー、あの賃貸人の地位が移転することを望む人ばかりとは限らないとでそこでこの留保の合意を認めたということになります。<laughs> で三項ですね。これはあの。えー、そうですね。三項もちょっと見ておきましょうか。第一項または前段、前項公団の規定の賃貸人たる地位の移転は、えー。賃貸物である不動産について、所有権の移転の登記をしなければ、賃借人対抗することはできない。これも判例法理ですね。 つまり賃貸人の地位の移転に関して登記をしておかないと、えー、例えば賃料請求などのあの賃借に賃貸人としての権利の行使ができませんと、そういう判例があったわけですね。ですからこれも判例を条文化したものということになります。<laughs> はい、えー、まあちょっとここまでにしておきましょうか。この605条の2は。で605条の3がありまして、 えー、これ、605条の3はです、ね、これはあの実はこういう判例もあるんですが、これはあの不動産賃借人が、えー、対抗要件を具備していないことを前提とする規定です。605条の3がです、ねえー、これ、一体何を想定してるんだろうというふうに思われるかもしれませんが、これは賃借人が対抗要件を具備していないことを前提とした規定というふうにあの考えてください。 不動産の譲渡人が賃貸人であるときはその賃貸人たる地位は賃借人の承諾を要しないで譲渡人と譲り受け人との合意により譲り受け人に移転させることができるとあるわけですね。まあ、これが前段ですでえつまり 賃借人の承諾は必要ない譲渡人と譲り受け人の間の合意のみで賃貸人のち移すことができるでこれは前提として賃借人にその対抗要件がない備わっていないということを前提とするわけですねこの場合当然移転とは限らないわけですただし賃借人の承諾は必要なくです、ね、それを要しな内で合意のみで移転させることが可能でもっと言うとこれ6 0五条の三は あの契約上の地位の移転の督促にあたります。えー、先ほど、えー、最初の方で見ましたが、えー、539条の2ですね、えー、4ページ。539条の2のところで、契約上の地位の移転の規定がありました。これは承諾があの要件だったわけですね、えー。その相手方の承諾は要件だったわけですけれども、この契約上の地位の移転、えー、の539条の2の督促に当たるのが、今よ読み上げた605条の3。 ですね、このようにあの一,般一般法、特別法の関係にある相続、督、え、促、ー、の関係にあるというところをきちんとです、ね、理解しておいてください, <laughs>、はい。13ページの下、37番ですね、えー、これも有名な判例があるわけですね、えー、ちょっと見ていきましょう、えー、13ページの下。<laughs> 条の4 えー、不動産の賃借人は第605条の第1項に規定する対抗要件、だから、えー、まず不動産賃貸借の対登記、あるいは、えー、いわゆる借地上の建物の保存登記等ですね、えー、登記、えー、あるいは、えー、借家に関するその引き渡しを受けるという対抗要件組ですね、で対抗要件を備えた場合において次の確保に掲げるときは、それぞれ当該確保に定める請求をすることはできるとあって1号。<laughs> その不動産の占有を第三者が妨害しているときですね。占有の妨害がある場合。その第三者に対する妨害の停止の請求ですね。妨害されている場合には妨害停止請求ができると。まあ、いわゆる物件的な妨害排除請求権ですね。これに相当するものということになります。で、2号。その不動産を第三者が占有しているとき、あのもう居座っているというときには、その第三者に対する返還の請求。 もうこれもだからあの物件的返還請求権に類似する <coughs> 制度ということになるわけですね。で、これは有名な判例があって、対抗要件を具備した賃借権はもうあの物件に等しいと、物件に準じて扱うべきだという発想があるわけです。従って、えー、対抗要件を具備した賃借権に基づいて、えー、これらの,その物件的請求類似のですね、請求ができるということになる。<coughs> はい、14ページを見ましてですね、賃貸借に関する改正。 賃借、えー、人による修繕というのがありまして607条の2はですねこれはの解釈上はもう当然に認められていたものですあのつまり緊急の必要があれば賃借人が、えー、例えば屋根を修理するとかですねということはやっていいですよというふうに返されてはいましたがそれを明記したということになります賃借、えー、物の修繕が必要である場合において次に掲げる時は賃借人はその修繕をすることができるとありまして1号。 賃借人が賃貸に修繕が必要である旨を通知しまたは賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときはもう自ら修繕できるとあるいは旧泊の事情があるときですね。<laughs> はいえー、そして616条の2もこれも意外なことになかったんですね今まで規定がこれはあの有名な判例があるわけですけれどもあの賃借物が全部滅出したら当然終了だという判例があるわけですがただこれは実は条文がなかったと。 で、それを明らかにしたわけです。賃借物の全部が滅出その他の自由により、使用及び収益をすることができなくなった場合には、え賃貸借はこれによって終了するとありまして、え全部滅出が当然終了の自由ですよということを明らかにしました。そして、621条も判例法理の条文化です。これも有名な、あのこれも有名な判例があるわけですね。賃 <laughs> 借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷。で、この括弧内が重要。 通常の使用及び収益によって生じた沈釈物の損耗、並びに、沈、え、釈、ー、物の経年変化を除く。以下、この条において同じ。つまり、通常損耗だとか経年劣化、これは除かれるということですね。がある場合において、賃貸者が終了したときはそ、うん、その損傷を現状に復する義務、現状回復義務ですね。えー、を ただしその損傷が賃借人の責めに期することはできない重要なものであるときはこの限りでない。まあこれは当然ですね。という規定になっております。これも有名な判例があるところをそのまま条文の形にしたというものになります。はい、15ページですね。15ページを見ていただくと、え賃貸借に関する改正丸7で、敷金、これも判例法理の条文化、しかも敷金の定義が明らかになりました。622条の2ですね。 賃貸人は敷金で括弧内が定義です。いかなる名目によるかを問わず、だから保証金という名目であっても敷金としての性質を有する場合があるわけですね。いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、まあ、まあ、ありくどい言い方ですが、例えば未払い賃料と考えればいいんですね、えー。担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭を有。以下、この条において同じ。 を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対してその受け取った敷金の額から、賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。で、1号。えー、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき、これは判例です。 明け渡し事実と呼ばれる非常に有名なあの判例ですよね。つまり、賃貸借終了で当然に敷金返還請求権が発生するわけではなく、返還を受けた時に敷金返還請求権が発生するという有名な判例ですね。で、2号。これもまあ判例法理ですえ。賃借人が適法に賃借権を譲り渡した。つまり、承諾を得て、あの賃貸の承諾を得て賃借権を譲渡した。 場合ですねその時に旧賃借人は賃貸借関係から離脱するその際に一旦資敷金を清算するというそういう判例があったわけですねこれが 2, 号 <coughs>、はい、で2項です、ね、賃貸には賃借人が賃貸借に基づいて創した金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは敷金をその債務の弁済に充てることができるという規定ですね敷、えー、金をから控除ができます弁済に充当することができますと。 で、逆にですね、この場合において、賃貸、賃借人は賃貸人に対し、資金をその債務の弁債に充てることを請求することができない。これは、賃貸人にとっての担保に過ぎないわけだから、賃借人の方から未払い賃料に充ててくれという請求はできませんということを明らかにしているわけです。これが講談ですね。二項の講談 はい、で42番のところはすみません、ここでもうあの全部まとめてしまいましたが、あの6百4十だけやはりちょっと条文で、えー、確認をしておきましょうか、6百4十は賃貸借の期間に関する条文なんですね、ちょっとあの有非核の判例六法でそれをご紹介しておきますと、えー、かつては最長20年、民法では、借借はまた別なんですけれども、民法では最長20年でした。 ただ、あの駐車場の賃貸借で、例えばあの建物だけあの50年借りられるとしても、えあの駐車場の方がまた別の契約で、これが20年が最長ということになると、ちょっと不都合が生じるわけですね。そこで604条はこうなりました。賃貸,権あ賃貸借の存続期間、604条1項ですねえ。賃貸借の存続期間は50年を超えることはできない。契約でこれより長い期間を定めたときあっても、その期間は50年。だから最長50年ですね。 これはの改正前は20年だったものをニーズに合わせてですね社会経済の変化に合わせて50年というふうに変えました。これが604条の改正点ということになります。はいあと請負いに関する改正点、ここはちょっとやはり触れておきましょう15ページですね、下のところです。 これは割合的その報酬請求権に関する規定、は、これも有名な判例があるところです。えー、まあ、すみません、ちょっとここではもう割愛しますけれども、割合的報酬請求権に関する判例を踏まえた改正がなされています。で、えー、より大切なのが16ページですね。ここだけはちょっと旧規定を載せたんですけれども、えー、44番 <laughs> で、えー、旧規定を載せてますが、あの見出しの方では契約不適合責任に,、えー、にしてると。 で旧規定で請負人のいわゆる貸し担保責任です、ねえー、に関する規定があったと。634条は貸し集報請求に関する規定です。635条は解除です、ね、に関する規定。でちょっと条あの旧635条の正し書きに注目していただきたいんですが、ただし建物その他の土地の工作部についてはこの限りでない、つまり契約解除はできないという規定だったわけですね。でとこころがこの正し書きも含めて 全部削除されていますでその趣旨はどういう趣旨かというとこの米印に書きました、あの米印一つ目、受け子人の貸し担保責任を定めたこの2つの規定に関しては契約不適合責任、あの売買がまず筆頭に挙げられるわけですね、契約不適合責任に関する改正に伴っていずれも削除され、で改正後はどういう扱いになるかというと、えー、新法の559条、559条は実は変わってないんですあの、改正前と変わってないわけですね。 これ何かというとあの、この説の規定、売買の説の規定は、その優勝契約に準用するという規定だったわけです。つまり、準用規定、えー。売買の規定を優勝契約にあの性質上可能な限り準用すると、そういう規定だったわけですね。これが条により 新第562条から564条まで、つまり、えー、履行の追加請求、あるいはその代金減額請求、そして損害賠償請求、415条に基づく損害賠償請求だとか、541条、542条に基づく解除ですね、これらが請負いにも順用されるということになった、つまり、もう契約不適合責任で、優勝契約に関しては契約不適合責任で一元化したということになるわけですね。 でしかもあの建物の菓子ですね、か,あのかつての言葉でいうと、建物にその菓子があっても契約目的を達することはできない場合、これ、えー、改正前は解除ができなかったわけですが、これもあのだし書きも削除されてますので、えー、新法ではこれ解除できるようになりました、建物の契約不適合ですね、建物に関する請負について、契約不適合があったときには解除ができるということにな,ってなりました、これ、大きな改正点ですね、非常に重要な改正点ということになります。 はい、えー、受け請負に関してはちょっとこれぐらいにしまして、委任についてはあの副受任者の選任等に関する規定が置かれて、これはいわゆるあのいんあ、受任者の自己執行義務ですね。あの受任者にあの自己執行義務という義務があるんです。自己執行義務、それを反映した規定だという風うに、あの、えー、自己執行義務ですね。失礼。自己執行義務。受任者の自己執行義務と言って自ら行うのが原則ですと。 いう規定、えー、原則があるわけですねだから委任者の許諾を得たときまたはやむを得ない自由があるときでなければ副住人者を選任することはできないというこの自己執行義務を裏側から規定したものということになるわけですね、まあ、こういう規定が置かれていますよということになります。あのもともとはですねあの代理におけるその副委任に関する規定を順用するという形で判例が処理をしていたわけですがもう、類推適用ではなくですね、えー、委任特有の規定を置きましょうということになったと。 47番は先ほどちょっと飛ばした請負の,の割合的報酬請求権と同じ趣旨なんですけれども、例えば途中で委任関係が終わってしまったというときに、まあ、あ,のある程度こあの仕事をやってるんであれば、それなりの報酬をやはり請求を認めるべきであるとしたわけですね。ただしこれはもちろん報酬特約が必要です。あのこれ改正,、ま、あの改正前と同じで、委任においては原則としてあの無報酬ですね、無償契約ということになる。 で報酬特約がある場合にはこの割合的報酬請求権というものも認められるということになりますで17ページの方でまで、あ、委任の解除に関する、まあ、委任の解除はいいですかねこれはあのそれほど大きくは変わっていません、まあ、判例法律を一部です、ね、取り入れたというものになりますで帰宅に関する改正点でこれ帰宅契約も惰性契約になっています657条。 帰宅は当社の一方がある物を保管することを相手方に委託し相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずるとありましてこれは委託そして承諾ですね委託そして承諾によって効力を生ずるつまり引き渡すんじゃなくて保管を委託するで相手方がこれを承諾するということによって効力が発生しますのでこれも託生契約完全に,ですねになっております。 あとはの混合帰宅という、ですね、こういうあの例えば、えー、複数のものからあのお米を預かるなんていう場合ですね、でお米全部、ま、混ざっちゃうわけですねで、えーそういう、そういう帰宅の仕方もですね、もともと通説は認めてましたので、えー、これを明文化したという改正がなされております、はい。最後になりますが、不法行為のところですねあ、やはり見ておきましょう、53番、54番、不法行為。 53番は中間利息の控除、これは債権総論の規定ですね、中間利息の控除に関する規定ができておりますので、これが順要されています、あの中間利息控除に関してはあの、法定利息制度がですね、これが変わっていったのことに連動して、必、え、ず、ー、しも一義的に決まらなくなったと、つまり、えー、常に年,年3%とは限らないということになりますので、それを反映して、中間利息の控除に関する規定をここに置いたということになります。で消滅事項これが重要ですね。 724条ですけれども不法行為による損害賠償の請求権は次にかかる場合には時効これ2号の方も時効だということは明らかにしましたあのかつては724条は前段後段で後段は除籍期間と返されていたわけですがいずれも時効だということを明らかにしたわけですねまずで時効によって消滅するで1号被害者またはその法廷代理人が損害を呼べ加害者を知ったときから3年間これ変わってませんまず原則3年間変わってませんで2号 不法行為の時から20年間、これも期間自体は変わってません。3年または20年ですね。ということになりまして、ただ、あの、後段も時効だということを明らかにした。まずこれが改正点。そして、724条の2、これが重要ですね。 人の生命または身体を害する方向、行為、いわゆる人身事故ってやつですね、による損害賠償請求権の消滅事効についての全条第1号の規定の適用、つまり3年間の方ですね、の規定の適用については、同合中3年間とあるのを5年間とすると。つまり、えー、いわゆる主観的な起算点、えー、からのその、えー、消滅事効期間ですね、えー、これを長期化したということになる。 で、ちょっとすいません。ここではもう時間がありませんので、読みませんが、あの是非ですね。あのご自宅に帰って、あの6本お持ちの方は167条166条167条ですね。これとあの必ず見比べてお、えー、いてください。つまり 安全配慮義務違反などによるいわゆる契約上の債権ですね契約上の損害賠償請求権、でこれに関しても実は166条、167条によって5年または20年というふうに変わっているわけです、5年年ままたは20年という,ふうにです、ね、変わっておりますこのようにあの人身損害が発生した場合においてなるべくその被害者を保護す救済すべきであるという発想からその長期化したというのが今回のこの改正のポイントということになります。 はい、すみません、ちょっと時間がです、ね、超過しておりますけれども、えーま、改正のポイントとしては、ま、以上で、えー、一通り触れたということになります、ただ、ま、途中、かなり飛ばしたところもありますので、ぜひあのその点についてはです、ねえー、六本をご自宅に帰って、ま、見ていただきながらです、ねえー、ああ、ここも改正されてるんだなというところをあの理解していただければ結構です。 はいそれでは以上でこの特別公開講座ですね改正民法ここが変わる債権各論編の講義は終了いたします。お疲れ様でした